まあ、地域の区議会議員選挙 の、 この投票率は極めて低いです。国政選挙は 50% とか時によっては 60% の投票率、しかし区議会議員選挙の投票率は 30% を切るというような選挙の関心の低さが課題となっています。ぜひ、皆様におかれましては少しでも一人でも大切なそれぞれのお立場で、そして、立憲民主党の今日配っているレポートございます。ぜひご覧をいただいて、ご判断をいただきたいということを、申し上げ、最後に、私から都議会、長妻さんからもございましたが、都議会今議会中で、予算の審議佳境を迎えておりますが、私は都議会議員の中で127の定数の中で立憲民主党席を持っている都議会議員は私一人しかおりません。もともと民進党として一緒にやってきた議員が国民民主党や無所属の議員と一緒に5人の会派というものを組んで、なんとか代表質問に立てる質問の機会を得るということでやってはおりますが、なりふり立憲民主党の旗を私自身が一人で立てているということもございまして、発言の時間なども少ない。だけども今の都政に関しては市場の移転についておかしいんじゃないの、自民党はとにかく小池さんをやってない、しかしおかしいとは言ってもいいものはいいんじゃないか、まあ、市場移転も含めてそういった立ち位置を持っているのは私しか、まあ、いないと思っております。上げ足を取るだけの議会ではなくてしっかり議論できる、まあ、こうした議会を都議会でも、まあ、私自身が作っていくことを、お誓いを申し上げまして、長くなりました、私からの訴えとさせていただきます。どうもありがとうございました。それではマイク長妻昭議員に改めて回したいと思います。どうもありがとうございました。この西澤啓太都議会議員、今も話ございましたけれども、皆さん前回の都議選思い出していただくと、まあ、残念ながらね、この民進党にいた人はもう猫も尺子もみんな都民ファースト行っちゃったんですよ。都民ファースト、あとは新人の人もいっぱい都民ファーストという印をつければもうみんな受かっちゃうみたいなですね、そういう選挙でどんどん内から出てってですね、都民ファースト行っちゃってえんですが、西澤啓太都議会には民進党当時人気なかったですけれども、もうそれで理念は曲げられないということで、そこで頑張るということ、いろんな人にお前はバカかと、なんで都民ファースト行かないんだって言われてにもかかわらず、この民進党で理念を曲げないということで頑張って、そして民進党で当選したの、ね、5人しかいなかった、5人しかいない1人でのうちの一人で当選をしてですね、そして今立憲民主党で理念を貫いているということでございます。これは私も感じるんですけれども、まあ一番その時に勢いのある政党にどんどん移っていけば永遠に当選できるんですよ、これ議員っていうのは。でもそういうことで本当にいいんだろうかっていうのをいつも感じるわけでございますんで、なんとか私はですね、この立憲民主党できっと根を張ってもう皆さんの期待に応えていきたいと思っておりますので、ぜひ皆様方のお力もいただければ、西澤都議会議員もぜひ応援をしていただきたいと思います。そしてですね、本日はこの中野区立憲民主党の区議団の幹事長であります酒井拓也区議会議員、酒井拓也区議会議員もこちらに参っておりますので、それでは酒井区議会議員にマイクを代わります。皆様こんにちは。地元東中野で活動させていただいております、立憲民主党中野区議会議員団幹事長を務めております酒井拓也と申します。本日は中野区議会の立憲民主党の多くの仲間の議員、そして統一地方選挙における候補予定者の仲間が集まり、ここ東中野駅西口をお借りして第街頭演説会を行わせていただいております。先ほど来長妻昭衆議院議員が日本を変えていかなければならない、日本はもっと良くなる、日本の底力はこんなもんじゃない、そういうことを訴えられました。僕たちも中野をもっと良くしたい、中野の底力はこんなもんじゃない、そういう思いでこれまで
議会活動に取り組んでまいりました。昨年は新しく区長が生まれました。これまでの中野区政は区立幼稚園全廃、区立保育園全廃、子どもたちの居場所児童館全廃でありました。こういう区政を僕たちは変えたい、そういう思いでこれまで取り組み、そして昨年我々が支援をする、そして我々の考えと同じ思いである新しい区長が誕生しました。そして今少しずつ少しずつ中野区政が変わってきております。この改革の流れを私たちは止めてはならないと思っております。7月の区議会議員選挙には中野区では8人の方が公認決定しております。8年、これは非常に厳しい数字かもしれません。しかし我々は改革のこの流れを止めてはなれない。中野区を全国1700ある自治体の中でナンバーワンの子育て支援の町、オンリーワンの子育て支援の町にしたい、そういう思いがあるからです。そして何も子どもたちのことだけではございません。子どもたちに優しい町は当然お年寄りにも優しい町であります。中野区では例えば昨年末に地域包括ケア高齢福祉の担当部長を新設し外部より登用しました。これは全国初です。これにより医療介護の連携がますます進みます。お年寄りの皆様が年を重ねても住み慣れた地域で安心して安全に過ごすことができる、医療の不安もない、介護の不安もない中野を目指してまいります。そして認知症、今中野区には1万2000人おります。2025年には認知症の疑いのある方を含めると2万人にも上ります。高齢者3人に1人が認知症の疑いがある、そういうふうな世の中2025年にはやってきます。来年度予算では中野区は認知症高齢者の方が徘徊時に事故を起こした場合、中野区が保険者となって最大3億円補償しますという、そういった認知症高齢者の徘徊時の事故における保険制度もスタートいたします。これは都内初で全国でもまだ4番目ぐらいですかね、4つの自治体しかまだ取り組んでいない非常に先進的な取り組み、これが始まります。子どもたちにとっても優しい、お年寄りの皆さんにとっても優しい、そして介護をされている方、ケアラーですね、介護者にとっても優しい中野目指してまいりたいと思います。全力で戦ってまいりますので、皆さんそれぞれの立場でぜひご指導のほどお願いを申し上げます。それでは長妻昭衆議院議員にマイクを戻します。どうもありがとうございました。中野区立憲民主党区議会議員団の幹事長の酒井拓也区議会議員でございました。そしてですね、もう一つ、立憲民主党が考える政策で政治姿勢でございますけれども、まずはこの人間って本当に不思議ですね。この世に生まれてくるときに、まあ生まれたいと思って生まれた人っていうのはいないと思うんですね。あるいはこの日本のこの時代を狙って、まあ、平和そうで豊かな国日本だからここら辺を狙って生まれようと思って生まれてこちらにいらっしゃる方おられないと思います。まあ、こんな顔で生まれようと思って私も生まれたわけではなりません。こういう感じで生まれたわけで、今ねこういう形になってるわけでございますけれども、まあ、いずれにしましても一度きりの人生というのはこれ確かなことで、生かされている命でございます。そういう意味でどなたでも初めは人のために役に立ちたいと、こういうふうに思う気持ちは誰でもあると思います。誰でもあるんですけれども、それをいろいろ力を発揮しようと思ってもいろんな邪魔する壁が日本には厚く高くなって、その壁に阻まれて、ただ1回挫折しても諦めません。そんな人間2回3回ぶつかってなかなか難しくてやる気がなくなってしまう。
まあ、こういうことがいろいろ随所に見られるんじゃないか。ほんの一握りの恵まれたご家庭に生まれた方はそうでないかもしれませんけれども、教育格差の壁や性別によって全然仕事の報酬が違ったり待遇が違ったり、あるいは一旦非正規雇用になったらばもう社会の中でなかなか居場所や力を発揮することができない。そしてちょっと人と違う発想をするといじめのターゲットになったり、会社でも不正まがいの指示が降りてきたときにそれになかなか従わないとつまはじきになってしまう。まっとうなことを言うと弾かれる社会、これはやっぱりおかしいんじゃないでしょうか。まっとうなことを言うと白い目で見られる組織、これおかしいんじゃないでしょうか。そういう組織が多いんじゃないでしょうか。社会でも官僚でも企業でも、企業の論理や役所の論理という名のもとで個人の良心を殺していくような、空気をでも読みすぎないと生きていけない。でも空気を読みすぎるとその人も空気になっちゃうわけです、まあ、空気になって生きた方が日本は生きやすい社会なのかもしれない。そういうことでは全然創意工夫もへったくれも育たないわけでございます。ユニークな発想の人から潰されるのがこの日本の社会で、それがどん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 強まってるんじゃないのか、そういう危機感を持って我々ありがとうございます、立憲民主党は多様な価値を認める、そして力の発揮を邪魔する格差の壁を取り除いていこう、まあ、こういうことでせっかく生まれた一度きりの短い人生、生かされている命ですから、人のために役立とうという気持ちをですね、それを育んで伸ばしていくことこそが社会や経済の発展に結果としてつながる、まあ、こういう我々は発想を持っております。ぜひこのボトムアップの政治の中核は地方自治でございまして、この区議会議員の皆様でございますので、今酒井拓也区議会議員からお話がございました、そして、森高之区議会議員も今こちらに参っているところでございます。このオレンジの、失礼、これオレンジや、ブルーじゃん、ブルーじゃん、これ私目がどうかしちゃったのかな、これ、これ緑ね、あの緑のですね、このジャンパー、そしてお子さんが小さい、この前ちょっと緑虫なんて言ってですね、大変失礼なことを言ってしまいましたけれども、それでは森高之さんお願いします。東中野駅、お集まりいただいた皆様、ご近隣の皆様こんにちは、立憲民主党区議会議員の森高之でございます。あの森が緑ってすごく自然だと私は思ってたんですけど、そんなに間違いないですかがちょっとびっくりしております。先ほども少しお話をさせていただいたので、私からは、短く、しようかなというふうに思っています、私も4年前の区議会議員選挙は当時民主党でありました。それがいつの間にか民進党になっていて、この後どうなるのかなと思ったら、衆議院議員選挙の前に、立憲民主党という政党ができて、そこに、加わることとなりました。まあ、私も、学生時代から、長島明議員で、アルバイトをしておりましたので、まあ、自分の中では、まあ、自然の流れだったんですが、まあ、それでもやっぱり立憲民主党が、地域からボトムアップの政治を目指すんだ、まあ、この理念を掲げたことを非常に嬉しく思っております。この高いところから話していると、あの一郎のインターキャイティ見ました。一郎のインターキャイティ見てたら、一郎さんがなんか変なこと言ってます、僕何回も言ってた、あの気持ち実は割と分かって、ここで喋ってるとなんか随分一方的に言ってて独り善がりになってないからたまに心配になるんです。